バナナの粉への葉っぱにカメムシの一種らしきものが来ていますね。これはバナナの家系をある程度食害するんじゃないかと思うんです。これを捕獲してバナナの粉を植えた器に閉じ込めておいたんですが、バナナの苗があまり小さいので、小さいせいか食べないので、結果が出なかったんですね。今こう見ていますと、バナナの葉っぱの上で休んでいるだけのように見えますが、この程度の小さい苗の家系のところにも移動したりしているのを見たことがありますので、今私が家系の方を移そうと思って、一応移したらバナナの葉っぱの影の方に隠れていってるんですね。カメムシは全般的に身を隠すのが非常に上手なんですよ。人間が来たり、他の動物、大きな動物、あるいは大きな虫が来たりすると、葉の裏に回って隠れるんですね。今裏を見ようと思ったら、今度表に出てきてって、こういう芸当が非常に上手なんですね。沖縄にいた時、知り合いの人がシークワーサーに農薬散布すると、スルスルすると葉っぱの裏に回って巧みに農薬を避けるというようなことを話してくれましたが、これは細長カメムシとかなんとかいうやつに似てる。あ、今一匹飛んでいて、もう一匹、これはバナナの葉っぱじゃなく、ツユクサの葉っぱに止まっていますね。これは、人間とか豆類を食害するということは、ウィキペディアの記事に出ていたように思うんですね。この前、ここに植わっている銀バナナ、まだこれもそちらの銀バナナから銀バナナの水芽ですね。そちらのはそんなに大きくないんですが、水芽を出したので、それを切り分けてここに移しておいて、見回りに来た時、この辺に細長カメムシとか、名前ちょっとはっきり覚えていないんですが、あれがこの辺にうろちょろしていたんですね。それで前に隣の大きな銀バナナの家系で、この辺にですね、透明な樹液を見たことがあるんです。そうして、その時はそのカメムシらしきものはここにはいなかったんですが、ついでと思ってこちらの方を見回りに来たら、このタイベジタブルバナナの家系の周りをうろちょろしていたんですね。おそらくカメムシの一種らしきものは、人間とか大豆とかを食害するだけじゃなく、このバナナの家系も食害するんじゃないかと見ているんですがね。透明な樹液を出しているところにいてくれれば、もっとはっきり言えるんですが、そういう現場はまだ見ていないんですね。これからまだまだ目にする機会はあると思いますので、
バナナツヤオサゾウムシによる食害ではないバナナ花系から出る透明樹液とカメムシたちとの因果関係を、ちょっと時間をかけてですね、観察していこうと思いますね。今まで見たのでは比較的銀バナナに多かったんですがね、竹やぶの南側でも銀バナナ、それは穴も開いていたんです。しかしバナナツヤオサゾウムシはいないし、その時はカメムシらしきものもいなかったんですね。まだ現場を見るという特定はできていないんですがね。前にこの銀バナナは前に出ていた水芽1本2本の他に、花茎が赤くて元気そうな健常球が出始めていますね。